コンコルダート、コンコルダート、あるいはコンコルダとは、カトリック教会の代表者である、ローマ教皇と国家の間に、国際法の形式に準じて結ばれる条約のこと、聖教条約、または単に教約と訳される。合意、教約、協定を意味する、ラテン語のコンコルダトゥムに由来する。最初期の聖教条約は、 聖職序人の権利を教会と国家が争った、序人権闘争の解決策として結ばれたもので、イギリスのベック条約、1107年やボルムス協約、1122年、がある。ボルムス協約、カリストィス協約は神聖ローマ皇帝、ハインリヒゴ世と、教皇カリストィス2世の間で、皇帝は聖職序人権を放棄し、 教皇は、司教の選出に皇帝が列席することを認めるという内容だ。1289年の教皇ニコラウス四世と、ポルトガル国王との間でも教約がなされた。1378年から1417年の間に、ローマ教皇庁、アビニョン教皇庁、ピサ公会議の3カ所で、各教皇が提立した、教会大分裂以降、多くの政教条約が結ばれ、 1418年には、スペイン、フランス、ドイツ、イギリスなど、西ヨーロッパ諸国との間で、生殖録への課税権を認めた協約が、1446から1477年には、ドイツ諸公との協約、1448年の、ウィーンとの協約では、教皇の課税権と、生殖録留保を認められた。コンスタンツ公会議中の1418年に、 コンコルダートという用語が最初に用いられた。1516年、フランス王国フランスは一世は、レオ十世教皇とボローニャ政教条約を締結し、国王が、司教の使命権を持つことを教皇に認めさせ、国家教会主義、ガリカニスムを実現した。フランス革命で国家が世俗化し、キリスト教が非国教となると、教会の財産が没収されたが、その保障として、 聖職者に給与が払われるようになった。具体的には1790年成立の聖職者民事基本法、相続民事基本法であって、この法律の内容はフランス国内のカトリック教会を国家の管理下に置くものであった。司教区の行政的再編成、宗教的秩序の廃止、戸籍商本の民間移上、聖職者の助任、給与などについて定め、これにより、 聖職者は公務員の扱いとなり、教会ではなくて人民によって選任される立場になった。また、制限選挙などを定めた1791年憲法を全力で維持すること等の宣誓を義務としたため、聖職者の大多数が聖書以外に誓いを立てることを拒否し、革命と宗教との対立に発展した。敬けなカトリック教徒であった国王ルイ十六世は困惑したが、 王党派聖職者の助言を受けて、最下に同意した。ところが、ローマ教皇ピウス六世は公に、これを強く批判し、先制者を批判して、異端宣告することすら示唆したため、波紋が広がり、先制拒否聖職者、先制規非生期聖職者と立憲派聖職者の対立は、一般の友巻き込んで、深刻の度合いを増した。信仰の根強い地方では、先制生拒否聖職者が、 王道派と協力して農民の反乱を先導したため、バンデの反乱の原因の一つとなり、反革命運動の根源ともなった。聖職者民事基本法は1794年に廃止されたが、ローマカトリック教会とのフランスとの敵対、及びフランスカトリック教会内の分裂は1801年の協約まで続いた。1799年。 ローマ共和国が成立した事件に関して、ピウス六世はフランスの捕虜となり、バランスで死去したが、ブリメールのクーデターで、第一統領となったナポレオンはその清掃を許可し、新教皇ピウス七世と秘密交渉を開始した。これが1801年7月16日のコンコルダートであり、この中で教皇はナポレオンの統領政府を正式に承認し、 没子宗教会財産の返還要求をしないことに同意し、常任権は教皇が持つが、その任免の際に聖職者のフランス国家への忠誠宣誓を必須とし、人選についても第一党領が指名体験を持った。教区の変更の線引きは、教会と国家が協議して決めるということになった。聖職者の皇帝報給は、国が支払うことになり、 聖職者はやはり実質的には公務員のようになった。カトリックは国境に限りなく近い、フランス人の最大多数の宗教という立場になった。妥協の産物であったため、これらは生殖改制を復活させ、強行権至上主義の付け込む隙を与える方向で、聖職者民事基本法を修正したような内容であった。すなわち、一方で教会の特権の排除を目指す国家の、 絶対的支配権の主張に対して、教会側が取る法的手段ともなったのである。フランスの教会は、カトリック教会の組織として再構築されることになり、民事基本法から派生した混乱と、立憲派聖職者と先制拒否聖職者の分裂は終結した。一方で教皇と皇帝との関係は、ナポレオンの離婚問題と大陸封鎖令に関連して、再びこじれた。 1808年に皇帝は教皇領を占領して翌年に併合し、対してピウス7世はナポレオンを破門してフランス遊兵された。その後もジョニーを拒んだ教皇とナポレオンとの対立はさらに長く続き、ロシア遠征の後の1813年1月に再びコンコルダート、フォンテーヌブローのコンコルダートが締結されるが破棄され皇帝が失脚して、 セントヘレナ島に追放されるまで、個人的な和解は成立しなかった。19世紀以降、近代国家が成立していく中で、国家が教会の立場を認める代わりに教会を国家の制限のもとに置こうとする傾向の強いものとなった。1801年協約は以降の協約の規範となり、1817年のドイツとバイエルンとの協約。 1821年のプロイセンとの協約1824年のハノーファーとの協約1827年のベルギーとの協約1828年1845年1888年のスイスとの協約1847年のポーランドとの協約1851年のスペインとの協約1855年の オーストリアとの協約、1857年のポルトガルとの協約が締結されていた、さらに20世紀に入り、第一次世界大戦後に諸国家との間で結ばれた政教条約は広い内容を含む、言うなれば現代的な政教条約であるが、その主眼点は、教会が国家を承認し、その法のもとに従うことと引き換えに、国家が、 教会の権利の保障と神道及び教会と学校などのカトリック施設の保護を約束するものである。最も有名なものはピウス11世とムッソリーニの間で結ばれバチカン四国を成立させたラテラの条約1929年である。また後の教皇ピウス12世が主席数記教として交渉に参加し1933年に ナチスドイツとの間で締結されたライヒスコンコルダーとはバチカンがナチズムを承認したか否かという論議を呼び聞こた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。